はいどうもこんにちは。今日のウォッチフェイスはこれもねポップポップポップだよ、うん、もうこの短時間で3回ポップって言ってるから相当ポップだよ。もう5回言ったから、それがこちらですね。どうですか、ポップでしょ。これポップって言わないでなんて言うのかな、鮮やか、うん、ね、いいでしょう、ね、かわいい感じでしょ。ただアーバに合わないかもしれない、人によるけど、まあ、感性なんて人によるからね、うん、しょうがない、まあ、これ設定なんです。設定画面っていうか、まあ設定画面かなんですが、この時計の周りの色と、秒針の色がこんだけ変えられますと。結構いけるでしょ。で結構なんていうの、いい色が揃ってるね。じゃあ一個ずつ変えてみようか、はいはいはい、あ、はい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 、と。で次が秒針、はいはいはい、おいていせいほいほいほいと。そうね、この緑がいいな。これにあえての黒ね。何をあえているんでしょうか。この緑いいよね。なんていうの、緑って感じじゃなくて緑って感じだからさ、わかるね。はい、本日はポップなウォッチフェイスをご紹介しました。それではさようなら。